待って、めはう、周りの魔物を全部引き寄せちゃったんだ。ずいぶん派手に動きま、この状況。ここから先は別にあなたが心配で言ってるわけじゃにゃ。もう少し上手に隠れないとすぐに見つかっちゃうよ。ここから先は別にあなたが心配で言ってるわけじゃないよ。だってあなたが魔物に気づかれたら私も。もう少し上手に隠れないとすぐに見つかっちゃうよ。難しかったら木の茂みに隠れててもいいよ。魔物に近づきすぎないよう気をつけて道に沿って行く。気づかれた。もう少し上手に隠れないとすぐに見つかっちゃうよ。難しかったら木の茂みに隠れててもいいよ。魔物に近づきすぎないよう気をつけて道に沿って行って。ついてこれたんだ。なかなかやるじゃない。あのバカパパはきっとこの辺りにいるはず。周りを探してみよう。